前回の続き。ワンちゃんは殺させないよ。もう怖くない？あなたなんか怖くない？私はユイに会いに行くんだ。ここを通して。あうち。こんな状況ですが、ご視聴ありがとうございます。前回の続きで断り様から逃げております。前回で断り様は味方説も出ましたが、この通り襲われております。あれからしばらく断り様に追われています。そろそろ諦めてほしいところではあるのですが。おー、今結構危なかったわよ。断り様から逃げ続けること約2ヶ月。マリサはすっかり断り様のプロになりました。そんなプロになりたくないんだぜ。断り様そろそろ諦めてくれたかな。ちゃん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 、全然諦める気配なんてないわよ。うん、石碑。古い石碑だ。かろうじて文字が読める。この神社では、リ様という神様をお祭りし、この、魔は、慈悲深。困っている人を助け、くれます。もう嫌だ、特地に出す、神様はあなたを助け。ここからは読めない。ここは神社、断り様はここの神様だったってこと。うちの神社より薄気味悪いわね。困ってる人を助けてくれるって書いてあったけど、助けてくれたの一回だけだよな。今も襲ってきてるんじゃなくて、一緒に遊びたいのかも。あんなでっかいハサミ振り回してるくせに。古い張り紙が貼ってある。境内にゴミを捨てないように。って書かれてる。断り様目回らないのかしら。あんな動きしてたら回るだろ。これはどんどん上に向かってるけど、あ、鳥居、神社に到着したみたいね。なんか落ちてるぞ。ポッキーの箱か、取れない。なんでゴミを拾おうとしてるのよ。あ、こっちにも落ちてる。ゴミがたくさん散乱してるわね。さっき張り紙に書いてあったよな。こんな神聖な場所にゴミを捨てていくなんて信じられないわね。ほんとだよな。ここが断り様が祀られてる神社。ってことでいいのかな？ここは、こんなところに神社が。ゴミだらけだ。はははははは、るちゃん？後ろに。あらあ、空き缶がなかったらやられてたわね。石畳が光った。始まりました、マリサと断り様の対決。お、なんか落ちてるゴミ拾いそうだな。拾ったけどこれどうするの？断り様増えてる？これ拾ったんですけどどうすればいいんですか？一遍にたくさんは拾えないですよ。さっき空き缶が飛んできたから石畳が光ったのよね。ここで空き缶が吹っ飛んでいって、石畳が光るのよ。だからなんだっていうの？断り様は石畳にゴミが乗ってるのに怒ってるのよ。そうか、じゃあこのゴミを拾って石畳じゃないとこに捨てればいいんだな。でもそれってゴミ拾ってまた捨ててるよね。石畳に乗ってることが嫌なのよ。どうせならゴミ箱とかに捨てたいのだが、まあ今回はしょうがないか。ほら、ゴミをどけたら石畳が光ったわよ。だあ、今めっちゃ危なかった。てか今もまだ危ない。よひー。よ、4体。おろろろろろろろ。ふぅ？だから近いって。そしてやっぱり進もうとした方向に出現する。それが断り様の手だものね。ゴミ拾ってるんだから断り様怒らないでー。でもなんでここの神様がこんな化け物になっちゃったのかしらね。わからないけど、絶対何か理由があるはずだよな。山で全てが明らかになるのよね。ここが終わったら次は山であってほしいな。ゆいちゃん、一体どうなったのか。ゆいちゃん、ゆいちゃんは本当に死んでしまってるのかしら。本当は生きててほしいけど、そうだな。これで全部、石畳が全部光ったわね。これで断り様も喜んでくれるんじゃないかしら。消えた。と思ったら登場。なんか喜んでるって感じではなさそうね。どっちかというと、怒ってるように見えるが。断り様何してるのかしら？どうしたんだろうね。めっちゃ石畳をガッチャンガッチャンやってるけど、謎すぎる。でもこの地に山へ行こう。
私は今、来たこともない場所にいます。いつもなら一人で行くことなんて、とてもできないだろうけど、でもユイの子犬とユイを助けると約束した。約束を果たさなきゃ。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。